高校生活のすべてをかけて仲間を信じて駆け抜けた3年間、その集大成のオレンジコートでいよいよ今日日本一が決まります。ジャパネット杯春の高校バレー男子決勝戦です。6年ぶりの日本一へ駆け上がるか、東京第一代表駿台学園高等学校対去年あと一歩届かなかった頂点へ、熊本県代表鎮西高等学校の決勝戦です。男子決勝解説は日本代表のエースとして活躍されたお二人、山本隆弘さんと福澤達也さんです。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてコートに近い場所から元日本代表リベロ古賀浩一郎さんです。古賀さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今大会はジャパネットホールディングスがサポートしています。またオフィシャル飲料としてポカリスエットがサポートしています。続いてさあ両チームのスターティングメンバーが紹介されています。1番平田優、東京体育館です。まずはキャプテン3番、熊本県代表鎮西高等学校です。1番193センチ大型オポジット平田優馬、そして鎮西伝統の大エースが日本一へ導くでしょうか、3番増本相馬です。セッターは4番鎮西の頭脳平川天翔、5番大舞台での経験も豊富2年生ミドルブロッカー新谷光馬、そして6番が躍動の2年生サーブも注目です、伊坂太郎が増本の対角に入ります。8番がジャンプ力魅力の2年生ミドル玉井美希、リベロは9番1年生山下正人、そして3年生守護神12番小手川銀之助です。鎮西率いるは就任49年目、およそ半世紀鎮西の指揮を執ります。全国の頂点にこれまで8度導いてきた畑野久雄監督77歳です。対するは今大会1セットも落とすことなく決勝へ駆け上がってきました東京第一代表駿台学園高等学校、1番がサウスポーミドル芹澤瑞希、そして3番駿台のエースの覚悟を持って佐藤春人、5番 U18 日本代表亀岡瀬名、6番がサウスポーのポイントゲッター三宅雄大、駿台司令塔セッターはチームキャプテン9番吉田達也、14番が2年生ミドル秋元柚月、リベロは7番福田翔、そして10番大見春友が登録されています。2016年度高校三冠達成以来の日本一へ、完成度の高いチームを作り上げてきました梅川大輔監督が率います駿台学園です。さあ今年は3年ぶりにたくさんの観客に包まれて春高決勝戦を迎えました。この光景が帰ってきました。夢舞台春日本一をかけた決勝戦です。ジャパネット杯春の高校バレー男子決勝戦、駿台学園対鎮西のゲームです。まず1本エース増本ブロックアウトを取りました。男子決勝最初の得点は熊本代表鎮西高校です。山本さん、はい、まず大エースに1本託しました。そうですね、昨日は使わなかったんですけどもね、今日は1本目から来ましたね。去年は決勝で52得点を1人でマークした増本です。対する駿台学園バックアタック、なんとミドルブロッカーの秋元のバックアタックから入りました。福澤さん、これ驚きですね。そうです、これ昨日のデータ取ってますよね。東山昨日バックアタック有効に効いてたので、こうミドルの秋元さん、秋元君で切ってきましたよね。バックライトから打ち込んでいきました。サーブ前を落とします。ボールは駿台、秋元アンダー丁寧に上げてエースの佐藤ブロック3枚、その上小手川アンダー、こちらが平田です。スパイクは長くなりました。少しブロックを意識したでしょうか。3枚使った時にね、どのように打っていくかというのが重要ですよね。そのあたり福澤さん、やはり両チームデータを取り対策を練ってのファイナルです。そうですね、特に駿台学園は相手のことを徹底的に調べてきていると思うので、ブロック1枚止めた、今のもそうですよね。3年生の芹澤瑞希の1枚ブロックです。クイックを1枚で止めました。福田さん、完全にコミットでしたよね、はい、なので序盤でしっかり張っていこうっていう、そういう指示が出てるんだと思います。伸ばして増本に拾わせます。その増本、高い、これが世代ナンバーワンエースの増本相馬です。山本さん、今の1本は非常に高いところでね、ブロックの上から打ってきましたね。ジャンプ力落ちないですよね。疲れてるはずなんですけどね。まあ、福澤さん、そのあたり接戦続きで勝ち上がってきた鎮西のエースです。飛び続ける鎮西のエースに対して駿台のエースも3番佐藤です。ブロックだ、
こちらが駿台のエース3番の佐藤春人、舛本を叩き落としました。駿台学園は3枚きっちりつくとね、形は綺麗なんでね。高さもあります。1メートル90センチの佐藤春人です。その佐藤のジャンプサーブ、センターに返る。ここも舛本でいきます。マークされても決めきる。これがエースの力。長いところで勝負していく分にはしっかりと決めることができますね。さてコートサイドの古賀さん、はい、両チームのゲームの入り分析どんな風に感じますか？そうですね、昨日も同じ場所から見てたんですけど、舛本君昨日より多分打点高いですね。さらに飛んでいますか？はい、そんな感じがしますね。とここはネット超えてポイント、駿台学園です。鎮西のエース舛本ですけれども、山本さん、はい、右膝の痛みを抱えながらという戦いが続いています。はい、まあ、その中ででもね、しっかりと勝負どころでは決める力を持ってますからね。この決勝は序盤からエンジン全開という鎮西のエース。その舛本が一つ目、対角に入る2年生の伊坂太郎です。いや、伊坂君が本当この春高バレー1回戦目からどんどん成長してるんですよね。はい、次期エースとしての期待、活躍が期待されます2年生伊坂太郎です。新谷のサーブ、吉田は速攻を使います。秋元 B クイック、つないだ鎮西、バックアタック舛本、ブロック効きましたがホイッスルになってタッチネットが駿台学園にありました。これで5対5。この新谷選手のサーブの狙いがいいですよね。この佐藤選手の前に落としてパイプ攻撃消してるんですよね。なるほど、バックアタック一つその選択肢を消すようなサーブ、決して威力はありませんがコースを狙います。ライトへ持っていった、これはブロックポイントになりました。これもサーブから仕掛けてのブロックポイントなんですよね。はい、やはり前衛のサイドもしっかりとプレッシャーをかけながらパイプ攻撃も潰してほぼライト1枚という状況でね、形作ってますからね。いや、寸大セッター吉田もよくライトに伸ばしましたが1枚で止めたという鎮西。対する駿台の5番、亀岡世奈、 U18 の日本代表の選手です。この準決勝は彼が非常にいい働きしてたんですよね。はい、本当にクロスにストレートにまたブロックアウトに器用に打ってくるので一人キーマンになるかもしれないですね。序盤リズムを作ったのがこの5番の亀岡でした。準決勝サイドのパワー、キレがあります、はい、太郎です。迷いがないですもんね。そうですね、やはりブロックといいスパイクといい、やはり鎮西高校個の力が光りますね。ですね。まあ、データバレーを重視する駿台学園ですが、何かそのデータを超越するようなそんなパワーを持っています鎮西。ブロック3枚、このリバウンド、ね、徹底してきました駿台学園。3枚ブロック破っていきますが、つないだ鎮西、バックアタック舛本拾った。普代の素晴らしいレシーブ、もう一度エースでいく、上がっている。この守備力鍛え抜いた駿台学園ですが、タッチネットがありました。8点目が鎮西に入っています。男子決勝、先にリードしてテクニカルタイムアウトを取ったのは熊本代表鎮西高校です。このコロナ禍で部員であってもメンバーに入らなければこの東京体育館の中に入ることはこれまでできませんでした。仲間の支え、助けがあったからこそたどり着いたこの決勝のコートです。さて山本さん、鎮西ですがエースの舛本が序盤から得点重ねて早くも6点目。そうですね、パイプ攻撃もね、しっかりとブロック避けてコース打てる選手ですからね、なかなか止めるの難しいですよね。まあ、その中で対する駿台学園ですが、福田さん、はい、真ん中の攻撃ここで使ってきましたね。そうですね、今日もこの秋元選手は本当にバックアタックといい、このクイックといい、本当にキーになってくると思うので、積極的に使ってくるんじゃないですかね。一つ山本さん、やはり鎮西真ん中が強いという、はい、まあ、なんで時間差攻撃はなかなか使いづらいとは思うんですけども、クイックから見せながらサイドを分散させるということは重要ですよね。はい、両チームやはりセッターのトスワーク、大きなポイントを握る決勝です。さあ、これで鎮西はフロントローに舛本が上がってきました。ネットイン、セッター吉田は真ん中から佐藤です。
よく抜いてきましたね。今のも3枚疲れてますからね、中古中を固めているそんな印象もありますが、そうです、中のブロックは強いですよね、ブロックの間高さ、駿台学園のエース佐藤春人です。さあエースの1本から流れをつかむか駿台学園、井坂のバックアタック上がっています、秋元のディグ、もう一度チャンスボール、鎮西レフトにエースが待っている、そのエース少しネットから遠いトスになりましたがストレート、いや、うまいですね、タイミングずらして打ったのと、またよくブロック見てるんですよ、今もセッターの吉田選手低いところの上を狙って奥に打ってるので本当によく相手見えてますね、冷静さそしてパワー、世代のトップのプレイヤーです。佐藤はどうか、ブロック3枚弾いてワンタッチつなぐ、ライトへ振っていった平田、上がります、粘ります、もう一度競った平川は今度はレフトに持っていって、この角度このパワー、いやー本当にこれ昨日フルセットしたんですかねこれ。いやでも昨日は思ったよりそんな打ってないんで体力が残ってるかもしれないですね、一つですからこの決勝を見据えて打数温存したそういった考えもしかするとあるかもしれません、あの先ほどの増本君のスパイクなんですけど、はい、やっぱ昨日よりもより厳しいコースに打ってる形は見えますよね、通過点がやっぱ高いので、はい、よりシャープな形で打ってる印象がありますね。福澤さん、パワーというよりもコースですか。そうですね、やはりまあ相手のこう対策でおそらくデータを出してコースは限定されてきていると思うので、それを上回るスパイクを打たないと決まらないんですよね、うん、いや山本さん、はい、ハイレベルなやはり決勝です。そうですね、これが3年生集大成の舞台です。エース佐藤1本跳ね返るが仲間が拾う、今度ライトへ振った、これも食らいついている鎮西のブロック。だからもう本当今日戦っている両校はデータを取られることを嫌いながら見せてないプレーも多々あるんですよね、はい、心まで温存したプレーというのがいっぱいあるので、何を出してくるか分かんないですよね。全てはこの春日本の頂点に立つために。さあエースが待っている佐藤、ブロック3枚その上、今の1本が山本さん、ブロックの指先うまく狙いましたね、はい、そうですね、まあ、こういう苦しい時に佐藤君がどれだけ決めれるかっていうところがね、はい、そんなに重要になってきますから、よく打ちましたね。去年は2年生エースとして3回戦でこの春高を敗れました、涙を流したエースが帰ってきた。3年生最後の春、ダイレクト上がっています。そして舛本ストレート、厳しいコースはただアウトになりました。やはりコース厳しくついてきています。本当にレベルが高いですよね。でまたこれ会場でいるから分かるんですけど、ワンプレーごとに歓声があるんですよ、ね、っていう、この熱気が帰ってきた東京体育館。ネットイン、平川、それでも舛本でいく、ブロック3枚つないだ駿台学園、チークイックでいった、いいスパイク、サウスポーミドル芹澤瑞希です。いや、このラリー中でね、ずっとテンポを変えてきたのでね、効果ありますよね、これはね。いや、多彩なパターンがありますね、はい、どうぞ。駿台の佐藤君のサーブ、そして鎮西の平田君、舛本君、そして井坂君のこのサーブですね、これは本当にあの高校レベルを超えてますね、このスピードを。あ、そうですか、はい、スピードコース見てもですね、やっぱりあのしっかりボールを叩いて、やっぱり厳しい子に打ってますからね。この佐藤のサーブで崩した駿台学園ですが、鎮西のエースが今度はブロック1枚で真ん中立ちはだかりました。まあ、今マンツーマンでついているので、時間差入ったところしっかりと回ってブロックつきましたね。駿台のオポジット三宅を止めました。さあそしてこちらも注目、舛本のサーブ。きっちり返した。スピードがあります。やり返しました、6番三宅。そしてここは5番亀岡のスパイク。昨日もいい活躍しましたからね、亀岡君ね。少し流れながら、そうですね、中から入って時間入るぞって見せてからの外の速い攻撃なんでブロックついていけないですよね。1点差です。サイドに伸ばす、これも追っていきますが繋ぐことはできません。坂太郎のパワーがこの決勝のコートでも躍動しています。本当パワーもなんか乗ってきましたよね、試合重ねるごとにね、77歳畑野久夫監督です。これまで8度日本一に導いてきました。さあ9度目の頂点へ。第1セットは競った展開、ここも秋元真ん中から。これただ今あの駿台学園9番に変わり
ただ今あのこの鎮西のブロックをずっと見てたんですけど、はい、今マンツーマンなんですよ完全に、このミドルに対してミドルがマーク、サイドの選手はサイドがマークしているので、先ほど舛本選手が中に入ったのも 人でマークしてるんですね。ボール上がったところではなくてオポジットの三宅についていたわけですね。そうですね。だからそういう突き方がちょっと相手の多彩なコンビに対して対策練ってくるんですね今。まさにこれが決勝、そのハイレベルな戦いを続けています。第1セット鎮西2点のリードで2回目のテクニカルタイムアウトです。右膝の痛みを抱えながら、それでも日本一へ飛び続ける大エース舛本颯真です。初めて家族が見つめる春高の舞台で、世代ナンバーワンエースがさあ春高日本一へと導くでしょうか。去年はこの決勝で敗れ、あと一歩届かなかった春の頂点です。駿台学園はセッターの吉田に代わって1年生川野がコートに入っています。その川野ライトから強烈、ただ上がっている。この守備を磨いてきた今年の駿台です。亀岡ラリーになります。バックアタック舛本が来た。ブロック3枚ついている。繋いだ駿台、亀岡これも粘り強い。ブロックはブロックポイント。やはりクイックがないと思えばしっかり2枚ついてきますよね。基本的にはもう真ん中しっかりとマークしながらマンツーマンではいってるんですけどね。鎮西高校は古賀さんは鎮西のブロックどう見えていますか。そうですね、まあ、ここの場所から見るとですね、非常にこう形がいいですね。でまた抜けたところに当たり前のことなんですけど、やっぱりしっかりレシーバーがいてという形ですよね。やっぱその部分をこう避けて形で今ミスになったっていうような印象を受けますね。福田さん、今のような一本ですね、やはりブロック意識した部分あったでしょうか。そうですね、やはり相当プレッシャーかかっていると思うんですよね、はい、すごくブロック来られてて、やっぱり1枚でもしつこく来られてるスパイカーって非常に嫌なので、やっぱりそれは効いてますよね。3連続ポイント、点差が広がります。大事にした1本、真ん中秋元に託す U18 日本代表。レフトへバックトスで上げます。亀岡、そして井坂です。叩き落としました。これ以上離されるわけにはいかない。これよくブロックしましたし、スパイカーとしては少し力が入って落としてしまいましたね。ストレートコースでしたね、はい、今高い方に打ち込んでしまいました。今度は平田です。上がっています。そしてエースでいく。あ、いい形ですね。連続ポイント駿台学園です。やっぱり今の駿台の、ね、亀岡君のレシーブなんですけど、あの駿台ね、最初の方はすごいこう決められてたんですけど、はい、一本一本やっぱりコートの中でのこう会話をするんですよね。あの 今のがどういった形でっていうところ、ブロックとレシーブっていう形でしっかりやっぱ会話してますので、あのやっぱりこうコースがどん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 こう限定的になってくるかなというふうに思いますね。ですから修正を図りながら、はい、ゲームを進めているというこのファイナル。お試合ボールもう一度駿台、ただチャンスボールが鎮西。さあバックセンターに待っていた大エース。いや、今舛本選手打ち分けましたよね。はい、おそらくデータでこのストレート側の球が多いというところで亀岡選手が右に寄っているんですよね。そこで1本その前上げられたので、その次クロスに打ってますよね。やっぱりデータが来るところ避けてます。古賀さん、そのあたりコート上の駆け引きもありますか。はい、そうですね、やっぱりあのブロックとレシーブの関係という形ですよね。あの違うところであったりそういったところでやっぱりスパイカーの、ね、選択肢の多さっていうのが光りますね。そして山本さん、はい、舛本が早くも11点ここまで上げています。いや、もうだいぶ打ってますからね、この試合はね。ここも舛本で行く、高い、ただ上がっているコースに入っていました。何度でも粘る駿台学園。この1本はもう一度舛本ブロックにかけます。飛び込む、繋いで駿台のエースはどうか。ブロック2枚ブロックアウト。粘って繋いでラリーを取ったのは駿台学園。さあ1点差。駿台の持ち味ですね、はい、これね、あの三宅君のレシーブですね。あの吉田君の上からのボールっていうのをしっかり待ち構えてレシーブできてますからね。ストレートコースに入っていました、はい、追い上げられる鎮西。苦しい時はやはりエース、しっかりと決めます。勝負球でね、ストレートを持ってますから舛本君がね、これは強いですよね。リードは2点です。
鎮西はリリースサーバー勝原壮太2年生が送られます。さあ今鎮西は強いローテーション、高いローテーションです。吉田は真ん中から佐藤でいきます。ここもブロックがついていました。福田さん、いや佐藤がいいですね。本当にこう苦しい時にきちんとエースとしての働きをしているので、やはり彼がここで我慢してくれると、やはりこの後コンビバレーをどんどん展開できるんですよね。苦しい時は彼にあげればいいっていう保険ができるので、さあ対する鎮西はこちらもエースでいきます。ブロック3枚がやはり両エースにつきますが、それでも乗り越えていく強豪の大エースです。寸大の、ね、サーブがですね、こちらから見ているとリベロの、小手川君の方にこう行ってますので、はい、スパイカーがフリーな状況で打てるあのケースが多くなってますので、寸大としてはそのサーブの狙い目というのをちょっとこう目線を変えるといいかなと思いますね。そうですか、はい、ただこの第1セット終盤は両エースの打ち合いという中で、山本さん、はい、何か気迫どう感じますか。いや、 やはりもうエースの意地を感じますよね。必ず勝つという強い意志が感じますよね。同点なるか。エースのジャンプサーブ攻めた、ただネットにかかりました。まあ、小賀君が言ったように駿台学園はサーブ攻めてはいるんですけども、はい、少しリベロに集まり気味なんでね、そのあたりで松本君にプレッシャーかけるだとか平田君狙いだとかね、そのあたりきっちりした方がいいですよね。さあこちらもエースのジャンプサーブ弾き飛ばしていきました。昨日と同じコースですね。東山もこれに苦しんでましたから。大エース舛本のサービスエース23点目鎮西。駿台学園がタイムアウトを要求しました。6年ぶりの日本一を目指す駿台学園です。例年に比べて高さでは劣るという中で、その分ディフェンスからいかにリズムを作るか、チーム力組織力を鍛えてきました。過去3年間4度の全国準優勝、この最高の舞台で最大のタイトル春高日本一を手にすることができるか。まず第1セット正念場を迎えています。今度は力を抜いて前を狙いましたということです。でも前後で揺さぶりかけていこうという意図が見えますもんね。やっぱりこうただサーブを打つっていうところだけではないですよね。対角線にこう強く打ったり、スパイカーのアプローチラインを消したりという形でですね、やっぱりこう戦術的な形ですよね。そして駿台学園も勝負です。リリーフサーバー荒井秀、日本に思いを込めて歩かせます。ブロック3枚待ち構える、叩き落とした駿台学園のブロック、再び1点差です。たまらずリードしている鎮西がタイムアウト。これが男子の決勝戦です。入ってやる、みんなで、はい、繋ぐぞ。いやいや大丈夫大丈夫大丈夫。2年連続の春高決勝のコートに立ちます熊本県代表鎮西高校です。今の3年生たちは2年生の時にインターハイ制覇、そして3年生になって国体優勝、2度の日本一も集大成のこの春高日本一はまだ手にしていません。春高で優勝したチームが一番強いチームなんだ、それを証明する一戦です。この春に誓った日本一、1点のリードは鎮西。新井のサーブ、これも強打崩した、ただ舛本がこれを打ってきた。完全に崩された中で託されたその一本を決めた大エース舛本、よく打ちましたね。いや、よく寸大も崩しましたが、はい、上回った鎮西のエースです。鎮西が第1セットセットポイント。1年生栗原のサーブ、コンビを使う金岡です。苦しい中でこの1本を使える駿台学園、ここで中出してきましたよね。
序盤サイドサイドで行って大事なところでこういう中出してくれたりちょっとしたたかですよね。よく考えてるよ ね、ますね。あ、そして今大会ここまでリベロでプレーしていました1年生の谷本がリリーフサーブで送られました。そして鎮西は5番の新谷がコートに戻ってリベロと変わります。1点差の第1セット終盤です。駿台は1つ回せばこのエース佐藤がフロントローというローテーション。オーバーで拾う増本が飛んでくる、上がったか、いや繋ぐことはできない。最後もやはり鎮西の背番号3大エースでした。増本相馬のポイント。接戦の第1セット、熊本代表鎮西高校がものにしています。ジャパネット杯春の高校バレー男子決勝、駿台学園対鎮西第2セットが始まりました。第1セットを取ったのは熊本代表の鎮西高校。山本さん、はい、大接戦の末取ったのが鎮西でした。そうですね、やはり増本君がね大エースの活躍しましたよね。福澤さん、はい、第1セットだけで増本16ポイント。いや本当にすごいのとこうレベルが高いなっていうのをつくづく思いますね。あの私代表戦の解説はしてきましたけど、高校の解説は同じレベルの解説中自分に驚いてますそれは選手個々だけではなくチームとして。そうです、本当にレベル高いです。小川さんは第1セット両チームの印象どう感じましたか。そうですね、あのここをにこう照準を合わせてきたような形ですね。あの鎮西ってやっぱりずっとこう負けそうで負けないチームの強さがありましたので、はい、そこをねやっぱりこの場でしっかり発揮してますよね。いやその決勝に向けてという部分ではこの1本ですね、秋元のバックライト、はい、これは隠してきたプレーでしょうね、隠してきたのにすごい力ですよね。これ今日試合前の練習で少し打っていて何かなと感じたんですよね。この大舞台で出してきました。相当練習してないとあのストレート側は打てませんからね、はい、高い能力を示しています。さあこの第2セット、山本さん、はい、まあ、接戦の中の第1セットでしたが第2セットのポイントはどうなっていくでしょうか。やはり駿台学園のサーブの狙い目がどうなっているのかというところですよね、はい、まあ、1セット目に関しましてやはりリベラの小手川君のところに集まってたというところがありますから、松本君に集めるのかこのサーブちょっと注目してみてみたいですね、やはりリベロ小手川のところに狙っているようなサーブにも感じます。松本上がったが3つ目返すことはできません。今のもねあの素晴らしいサーブなんですけど、はい、やっぱりリベロが真ん中にいるところでのやっぱりボールっていうのは一番セッターが上げやすいボールですので、はい、またねスパイカーのアプローチが一番しやすい状況でスパイクできますのであの状況というのはできるだけ避けたいですよね。この後も駿台のサーブ一つ注目して見ていきたいと思います。こちらもリベロが上げます。フライバックアタック強烈です。まあ、去年は2年生エースとしてプレッシャーも大きかったと振り返りました佐藤春人。山本さん、はい、たくましくこの春高に帰ってきました。そうですね、昨年流した悔し涙がねここに来てますよね、そして普代もチームに厳しく声をかけ続けてチームを強くしてきました。さあこのサーブ今度は増本ブロックしっかりつなぎます。そしてバックアタック佐藤です。いいですね、昨日の準決勝ほとんど打たなかったですねバックアタック、はい、やはりこれも決勝に向けて布石ですよね、うん、佐藤も今日これで10点目エースの力を証明しています。このローテーションは増本を狙っていくそんな駿台のサーブ。平田のバックアタックです。バックセンターから行きました。今
今、はい、平田君、ね、こう素晴らしいスパイク打ちましたけど、はい、やっぱり1本目を舛本君に取らせることによって寸大のブロックの寄りがより速くなってますね。なのでかなりこう鎮西としてはプレッシャーがかかってるかなと思いますね。なるほど、オーバーで拾います。普段クイックを使う脇本、ワンハンドよく上げました。舛本です。チャンスボール寸大、時間差中飛び込んできた。うまく弾き出すようなスパイクでした。テクニックが山本さん光りますね。亀岡は鎮西高校もマンツーマンで、ね、しっかりとついてきているんですけども、うまく打ってきましたね。福澤さん、これ第1セット一つ止まったとこですよね。そうですね、やはりうまくいろんなバリエーション出してきてますよね、まだまだあるんじゃないかな、ちょっと期待しちゃいますよね。平川サイドに伸ばします。ああ、ブロック3枚つきましたが、ここも伊坂太郎2年生です。はい、国体では優勝に大きく貢献しました伊坂。今のもね、小出川くんがね、サーブをね、舛本くんに打ちたいんですけど、はい、その状況をこう逆手に取ってしっかり広いスペースを取って いってますよね。守備範囲の広さを生かしつつ仲間を助ける、まあ、小手が話しているのがエースを助ける、そんなポジションなんだとリベロは話します。前を狙う、どうでしょう、狙いというのは山本さん変化あるでしょうか。第2セット、そうですね、全部揺さぶりをかけようとしてますよね、はい、でも本当小賀君が言うようにリベロの小手川君がサーバーに関してものすごくプレッシャーかけてますね、こっちに行くぞというのはモーションかけたりとかね。さあ、フロントローにエースが上がってきた鎮西、こちらは佐藤ブロックアウトです。ですね、ここが今我慢できているので、やはり鎮西のビッグサーブに対して佐藤選手が我慢できているあたり、寸大今いいですね、ペースとしては。第1セット落としている寸大学園がリードして、第2セットまずテクニカルタイムアウトを迎えています。ブロック2枚でも3枚クイックと時間差の対応できとるけん、これ継続してやる。ちょっと天気が悪いけん、オッケー、リセット取るんやけん、こういうのはもう天気よくやる。オッケー、でマークしっかり確認して以上しまする必要ないから、ゆっくりでゆっくりでゆっくりで、自分たちで自分たち一発でいかない、一発でいかない、プロ頼むぞ周り、ザッ、よし燃えて取ろう、燃えて取ろう、勝負決まる、勝負男子決勝第1セットは接戦の末鎮西がものにしています。ただこの第2セットはここまで駿台学園リード、両エースがやはりチームを引っ張っている。ここまで秋元のサーブオーバーで拾います。平田ライト回り込んでブロックは1枚、佐藤難しい体勢から打っていきましたがネットを越えません。まあ、今の体勢はなかなか難しいですよね。ただ何か状態の良さもあるでしょうか、はい、打っていきましたエース佐藤春人。吉田は佐藤に託します。佐藤のスパイクその良さというのは福澤さんにはどう映っていますか。そうですね、本当に下に落とさないんですよね、うまく長く強く打ってますし、またこの今大会通してこのエースの自覚みたいなのが試合を重ねることで上がってきている気がしますよね。先ほどのミスにもなりましたけど、やっぱり俺が打って決めるんだという気持ちの表れだと思うので非常にいいですね。対する鎮西はこの選手の活躍も必須です。平田、そしてここから平田、舛本とジャンプサーブが続きます。鎮西きっちり返した、そしてエースで仕留める。平田のサーブ1本で切りました。亀岡選手は本当にいいですね、パスが安定します。亀岡が U18 の日本代表ではリベロとしてベストリベロにも輝きました。アジア選手権です。この両チームすごくこうサーブが素晴らしいんですけど、この体育館ってサーブ打ちやすいですか。山本さん、福澤さん、ちょっとお聞きしたいんですけど、ここの体育館はね、打つ場所によるかな。あ、打つ場所、要はライトの位置であったりとかっていう形ですね。そうですね、ライトは被る位置があるので、それを外せれば打ちやすいかと思います。
やっぱりこのコート準々決勝までは4面で急にこの昨日からセンターコートになってこう素晴らしいこうサーブを打つんですけどこれが近くで見てると本当感心しますね。この両校に関してはこのセンターコート慣れてる両校なんでねそういう部分はあるかもしれないね。はい、木村さんはどうですかね。そうですね、まあ、当然この大きい体育館でやること自体高校生としてはそんな機会がないはずなので逆に私も驚いてるんですけど。そうですよね、はい、本当に感心するレベルですね。そしてこの大観衆の中で堂々たるプレーを続ける両チームの選手たちです。はい、舛本が1本目拾う対角の井坂ブロック。2枚で大きな大きなガッツポーズが出ました。14番秋元のブロックポイント。さあ12対9でここで鎮西がタイムアウト1つ目取っています。これ我慢してついてるからこっちに切るから。お前思い切って言っていいからブロックフォローしっかり入る。サーブレシーブ、はい、畑野久夫監督77歳です。就任これが49年目。これまで8度鎮西高校を日本一に導いてきました。当たり前のことを当たり前にそう選手たちに伝え続ける畑野監督です。3点のビハインド、さあ大事な一歩を迎えます鎮西高校です。鎮西のエースは今バックライト少し崩された。レッドに持っていき井坂ブロック。舛本が上げてさあ対角に入る2年生井坂力を抜いたスパイク。さあ切り返してこちらのエースはどうか。つなぐラリーになる。ライトから平田、今度はレフトから井坂。コート幅広く使った攻撃、ラリー取ったのは鎮西。よく打ちましたね。でも駿台学園もしっかりとブロック3枚来てますね。最後まで寄っていますね。はい、やはりこの秋元選手ブロック本当要注意ですね。先ほどのライトもブロックもそうですし、はい、井坂選手を止めたブロックもそうですけど全部彼ですね。この秋元の縦の B クイック、今度はライトに振ります。三宅フェイント、そしてここはブロック2枚を、いや体をクロスに抜けた状態でスルート側に切っていきましたね。パワーだけではないそういった技術も見せました。井坂太郎、さあ1点差。新谷のサーブやや歩かされた。ライトで持っていく宮家ブロック、叩き落としたがブロックアウト。紙一重の攻防、ポイントは駿台学園。三宅選手も1セット目クロスに打って全部止められてたので、はい、やっぱこうも工夫してストレートライン側ひねってきましたよね。この大舞台で対応変えてきます。平田が一つ目ネットに近いワンハンドで上げたがコート返って、もう一度もう一度井坂、今度はクロスコース。いやコース幅ありますね。ストレートも打てますし厳しいところもしっかり打ってきますもんね。はい、まあ、絶対まっすぐ打たないですよね。やっぱ何かしますもんね。さあ1点差前、スパイカー3人になった鎮西、同点は許しません。ここで岡が中に入っていきます。いや今日も吉田選手は冷静ですよね。今でもこうネット際のちょっと寄ったところなんですけど、うまくライトが後ろに上げましたよね。ブロックも1枚という形にしましたチームキャプテンの吉田。さあ駿台もエースが前に上がっています。強烈だ。いやよくサーブレシーブ取ってから助走下がって打ちましたね。舛本今日18点目。この舛本君のバックアタックを消すためのサーブを打ってるんですけども、はい、お構いなしで打ってますもんね。そうですよね、今の状況でやっぱり他の選手は両サイドの選手は違う選手をマークしてましたので、その中でもやっぱりしっかりパスして打ち込みましたよね。サービスエースだ。2年生伊坂太郎のサービスエース、鎮西同点に追いつきました。このあたりですよね、鎮西高校の強さはね、こういう苦しいところでもしっかりと人と人の間を狙っていきますからね。いやなんという勝負強さ。もう一本同じようなコース、今度は帰って佐藤角度がありました。叩きつけました。やっぱ
ジャンプサーブ打ってる選手はやっぱりホイッスルに打たされてないですよね。やっぱり自分のリズムですごい打ってる形は見えますね、うん、いや素晴らしいコースに打ち込みました佐藤です。平川はこちらもエースでいきます。コースに入ったクロスコース上がっている三宅アンダーで上げて佐藤ブロック3枚ブロックポイントになりました。食らいついた鎮西のブロック。佐藤君もいい打ち方してるんですけどね。今のブロックアウト狙っていましたか。狙ってましたね。ただコート内に落とした鎮西のブロックです。シークリック多彩なパターン上がっています。玉井レシーブミドルブロッカー。そして舛本の一本が決まりました。いやこの玉井君昨日もいいところでねブロック出したりとかですね、許し気みたいな、はい、許し気みたいな働きしてますね。そして鎮西がエースの一本でここで一歩前に出ました。2回目のテクニカルタイムアウトです。ブロックフォロー、でサイドアウト、サーブレシーブは崩れてないからいい。でこっちは切っ、僕は熱量を持って自分たちで気合い入れて雰囲気上げる。離せる、離せる、ジャパレット杯春の高校バレー男子決勝第2セットも接戦の展開が続いています。第1セットを取った鎮西が逆転で2回目のテクニカルタイムアウト。この1本がアウトになりました。3年生芹澤、鎮西が3連続ポイントリードを広げます。徐々にブロックのプレッシャーを感じてるかもしれないですね。鎮西のこのしつこいブロックですね。はい、そうですね。セット吉田はレフトに伸ばしていく。やはりエースで1本いきますが繋いだ鎮西、舛本レフト、ここはライトを使いました。さあ鎮西の福田さん、攻撃の幅も広がってきました、はい、そうですね、平戸選手も打数も増えてきましたしバランスが良くなってきましたよね。鎮西がこのゲーム初の4連続ポイント。駿台学園タイムアウトです。鎮西みたいになろうと思わなくていいから、自分たちの場合一生懸命やろうよ。引っ掛けて寄せて繋いで全員で拾ってもう一回作り直す。もう一回何が来るからね。もう一回詰めればもう一回増すことや。そこだってもっと絞れるはずや。行くぞ、熱量を持つぞ。ちょっと攻めるよ、攻めるよ。駿台学園のエースは背番号3佐藤春人です。準優勝だった春高1年目はワクワク楽しかった。ただ2年目はエースの責任を背負ってプレッシャーを感じ3回戦敗退。最後の春高、今年は1年生の時のようにワクワクしていると話します。躍動するこの決勝のコート、駿台学園のエース佐藤春人です。あのスパイクは取れないでしょう。今のはもう素晴らしいスパイクですね。高さコース完璧です。速攻を使った。ただ反応している駿台、少し長くなったがこのリバウンドをつなぐ。もう一度エースに上がったボール、ブロックアウトうまく取りました。タイムアウト明け連続ポイント、駿台学園再び1点差。いやこの引き出しが多いですよね。今の高校生って本当につなぎ、このリバウンドのスキルであったりとか、はい、本当に高いです。まあ、駿台学園も今年なかなかその高さで勝負できない分リバウンドを徹底してきたそうです。ディフェンスを徹底してきたそうです。ただその守備を上回る鎮西のエース舛本は今日なんと早くも20点目、はい 今のも小手川君に、ね、ボールが集まってますから、やっぱりそこはちょっと避けたいですよね。駿台としては強烈な平田のジャンプサーブ回り込んで佐藤はフェイント。さあレフト待っているエースはネットに近いが押し込んでポイントにつなげます。仲間が託したボールは必ず得点に結びつける。これが鎮西の大エース。
チームが拾ったボールは必ず決めますからね。エースは責任を負わされる選手ではない、全員が拾ってつないだボールを託される選手なんだと話します。攻めた平田のサーブ。いや、福澤さん、第2セットも接戦のまま終盤です。そうですね、本当に駿台も序盤から非常にいいバレーボールしてるんですよ、はい、でもこれ簡単に決まるなって思ったやつを、やはり先ほどの玉井選手が挙げたその1本から流れがちょっと鎮西に傾き始めてますよね。自分たちが絶対決まったって思ったやつが拾われるっていうのは意外とメンタルくるんですよね。鎮西高校にセーフティーリードはないですよね。今大会9点差逆転というゲームもありました。さあ舛本だ。ただ相手のエースの1本を拾った、つないだ。そしてこのリバウンド、吉田はサイドに振った。1本返した、1本返した。素晴らしいラリー、非常に美しいラリーでしたね、今ね。展開がめちゃめちゃ綺麗でした。リベロのレシーブからリバウンドからのフィニッシュですもんね。福大翔のレシーブです。20対19、鎮西ここでタイムアウトです。ここからサイドアウト、オッケー、サイドアウトきっちりきっちり取る、集中な、はい、ブロックフォローまで入ってやって、スライドボーンって逆の動きましょう。思い切る、思い切る、次の1個、次の1個、次の1個、集中力で勝つよ、集中力で、サイドアウト集中して、はい、行こうだろ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 、2年連続の春高ファイナルのコート、鎮西高校です。去年決勝で敗れて日本一にあと一歩届きませんでした。激闘を勝ち上がってきた今年の鎮西、粘り強く粘り強く逆転で勝ち上がってきました。さあこの決勝は第1セットを取って、そしてこの第2セットも逆転でリードして終盤です。舛本のジャンプサーブ、やや歩かせたブロック2枚、しつこくここもついていきますが、ホイッスルなりました。タッチネットが鎮西、ちょっと焦りましたね。駿台学園にポイントが入って再び1点差。舛本が拾います。そしてバックライトから舛本が手を伸ばすが繋げない。やはり舛本君を狙っててもある程度助走で来る位置で打ってサーブを打ってしまうと、はい、打たれてしまいますね。舛本選手パスもいいですから、普通に狙うだけだと返して打ってくるんですよね。そうなんですよね。やはり小川さんも言うようにこう前後に揺さぶるであったりとか、もう一個上の仕掛けをしないといけないかもしれないですね。鎮西1年生栗原のリリーフサーブ、ここで時間差シーンに入ってきた。ただ繋いでここも舛本バックアタック、ただ上げていますセッターの吉田。ブロックリバウンドから作り直す、この切り返しが今年の駿台。いや、いい粘りですね。やはりリバウンドを取る人もうまいんですけども、はい、みんながフォロー入ってますからね。そしてここで1年生の川野がコートに入ります。前の高さを高めたという駿台です。やっぱり両方のスパイカーともですね、やっぱりこう勝負する場面とリバウンドにをもらいに行く場面とってこう状況判断の素晴らしさがやっぱりこの好勝負を引き出しますよね、はい、この第2セットの終盤も1点差の攻防、1点を追いかける駿台、リードは鎮西、エースに託す、これを上げた、つなぎます。さあもう一本バックローを待っているエースは飛び込んできた。このコースの幅ですよね。そうですね、また位置もいろいろ変えてきてるんですよね。そうですね、真ん中だけで後ろ使ったりとか、その位置で幅を生かしつつ、さらに舛本選手の打つコースの幅の広さですよね、はい、絞りづらいですよね。23対21、サイドからブロックワンタッチを取った、よくつないだ小手川、そして伊坂の一本だ。エースの対角に入る2年生伊坂太郎、鎮西が第2セットセットポイント。伊坂も今日10点目、
いや本当いいですよね。気持ちこもったスパイク打ってますよね。セットポイント鎮西、真ん中秋元つなぐ、そして舛本コースに入っています。三宅が上げてワンタッチ取りました。簡単には終わりません。鎮西高校時間差とか一人時間差一切引っかからないですね。よく相手見えてますね。5年ぶり4度目の春高日本一へ、黄色のユニフォーム熊本代表鎮西高校、ライトから叩き込むがブロック1枚で叩き落としました。吸い込みですね今ね。吸い込みました。ポイントが鎮西高校に入って、さあセットカウント2対0、鎮西高校5年ぶりの春高日本一へ王手をかけています。高校生活のすべてをかけてきた選手たち、ジャパネット杯春の高校バレー男子決勝、これから第3セットを迎えます。5年ぶり4度目の春高日本一へ、去年あと一歩届かなかった鎮西高校王手をかけています。対する駿台学園は6年ぶり2度目の日本一へ、追い込まれた状況からさあ逆転での頂点はなるでしょうか。エースの佐藤が大きく声を仲間にかけました。セットカウントは2対0、熊本県代表鎮西高校が日本一へ王手をかけています。大エース舛本がここまで2セットで23得点という活躍、対角の2年生井坂も11得点、対する駿台のエースは3番佐藤16ポイント。ジャパネット杯春の高校バレー男子決勝第3セットが始まりました。最初の1本コースに入っている駿台、そしてエースの佐藤クロスコース、小手川のディグです。そして舛本の1本目、1本目から来ますね。第3セット最初のポイントは鎮西高校のエース舛本です。鎮西高校としたら、はい、昨年この2セット取った後に逆転されてるんですよね。選手の後逆転で準優勝だったんですね、はい、なんで駿台学園としてはこのセット何としてでもリードした状態で進めたいですよね、はい、去年に関してはリードしてやはり集中力の維持、その難しさを経験したと、はい、キャプテンの舛本は話します。それを経験しているのでここからもう一段ギア上げてくると思うんですよね、うん、さらにですか。その舛本です。来てますよね、やはり連続で決めます。やっぱり昨日よりボール1個分やっぱり打点が高いですね。いや小川さん、疲労も絶対に溜まっているはずです。いや間違いなくありますよね、まあ、ずっとフルセットやってますからね、はい、平田のジャンプサーブきっちり返した、サイド伸ばしてこちらもエースでいきました佐藤春人です。佐藤君が1枚の場合ときっちり決めますよね、小川さん、この佐藤も本当にこう今年の春高躍動していますね。そうですね、まさにこの駿台の大黒柱ですよね、まずは佐藤のジャンプサーブ、平田一つ目、サイド待っている舛本コートいっぱい、高いな、高いですね。身長182センチなんですが、常に同じ最大のヒットポイントで高さで打てるんですよね。それだけボールの下に入るのが上手な選手ですよね。ここまでの3ポイントいずれもこのエースの舛本です。舛本のサーブを上げてストレートコース、これはいいコースに打ちました5番の亀岡世奈。亀岡君昨日からですね、やっぱり身長そこまで高くないんですけど、はい、工夫してますもんね打ち方。やっぱりクロス向いてストレート打ったり、ストレート向いてクロス打ったりという形ですよね。亀岡も今日10点目を挙げています。平川は膝から行くブロックアウトをきっちりと取りました。こちらも2年生です。やはりこの伊坂選手、こう2セット目連続でこの秋元選手止められてるクロスが、はい、そこから少しストレートにひねってブロックアウトに切り替えてるんですよ。それが今ずっと決まってますよね。対応力はすごいですよね。高い技術力を見せています。速攻秋元ブロックがついていた。
ここも伊坂で行く、クロスコース、今度はクロス強烈、さらに打ち抜いてますね。この玉井選手ですよね、やっぱりミドルブロッカー178センチなんですよ、そんなに高くないんですけど、本当に手の出し方、タイミング素晴らしいですよね。その跳躍力、ブロック、そしてレシーブの部分でも貢献している8番の玉井です。真ん中タイミングずらして秋元大きく弾いていきました。鎮西高校が前半リードじゃなくコミットに行ってますからね、その辺り振られてましたね。スパイカーのそのタイミングに合わせて飛んでいます、はい。小手川拾う、バックライトで持っていったノーブロック、こうなると止められません。今の舛本選手狙ってるんですよ、狙ってるんですけど、それよりワンテンポ早く小手川選手がカバーしに行ってるんですよね。チームでエースに取らせた1点です。第3セット駿台学園がまずタイムアウトを取っています。決めに来てるから、ね、ここしのいだら来るぞ。いい、ついてけ、絶対に。さあ、甘いかな。山田さん、山田さん、ついてこ。熱量持って、熱量持って、自分たちで。ストップ。よし。東京第一代表、駿台学園の横断幕。まさに今がこの時です。負けるもんか。落とし追い込まれている状況、早めにタイムアウトを手を打ちました梅川監督。秋元を使う、手を伸ばしたセッターの平川です。難しい体勢でのスパイクはアウトになりました。タイムアウト明け、ポイントは駿台学園です。ミスにはなりましたけども、指先狙ってますよね。狙ってるんですね、はい。さあ、エースの佐藤が前に上がってきました。駿台後衛から飛び込んできた舛本を止めた。ここでようやく1本止めました。そうですね、この1本大きいですよね。秋元君ですかね、サーブをね、舛本君に取らせようとしてるんですけども、はい、リベル、あのミドルに取られちゃってるんですよね。ここ舛本が拾う、平田ブロック1枚半。今年のチームは舛本だけではありません。仲間の支えがあって、そして接戦を勝ち上がってきました鎮西。ここの平田君にしても、伊坂君にしても、やっぱりここだと思ったらやっぱ躊躇 しないですもんね。あのスイングが本当早いですね。大きくなりましたが、ポイント駿台学園です。今でもそれだけ多分人をマークしてるんですよね。人の動きを見ているので、るボールを見てないので一歩反応遅れちゃうんですよね。その形で寸大をはめてきた鎮西、オーバーで拾いますとタイミング少し息が合わなかった。切り返して佐藤、さあ今度は寸大学園が前に出ました。第3セット1回目のテクニカルタイムアウト、追い込まれている寸大学園リードで迎えています。今だ相手にミス出してる。今だぞ、今サイドアウトしっかり取る。行きたい気持ちはめちゃくちゃ分かるけど、自分たちのバレーを思い出してリバウンド何回も取って、どっから決めていくよ。さあ、もっと雰囲気つけてよ。もっと熱量上げて、常に入り替えて、頭冷静に考えてよ、考えて。ストップ。春の日本一をかけた戦いです。ジャパネット杯春の高校バレー男子決勝第3セット、ここまで2セット落としている駿台学園リードで最初のテクニカルタイムアウトが明けます。秋元のサーブ前を狙います。サイド伸ばして舛本、ブロック2枚かけるがブロックアウト、すぐさま同点は鎮西です。
仙台学園のサーブの狙い目が平田君に変わったかもしれないですね。平田君の前後を揺さぶりかけていってますからね、そのあたりの変化がどう鎮西ディフェンスにのしかかってくるか。サイド伸ばして佐藤です。やはりそれまでは須本君を狙ったんですけども、片川君がやはりかなりカバーいってますから、狙うゾーンが狭くなってるんですよね。その分平田君の方が広くなってるかもしれないですね。ここは一つ目前拾って増本が行く。ただ上がった増本を拾った。そして佐藤の切り返し、これもつなぐ。ラリーのボールはやはりエースに託される。これも拾った。レフトで3番佐藤春人フィット。増本開きます。ただ今度はライトから平田、ブロックを打ち破っていきました。平田にも3年生の意地があります。プライドがあります。この小手川君のクロスのディフェンスですよね。あの2セット目のセット間に宮迫コーチからですね、あのクロスのディグの位置取りを修正されてましたので、そこをしっかり上げてますね。わ、これは素晴らしいコース。佐藤が上げた。ブロック3枚、少し力を抜いたスパイク、上がって左手で押し込む。素晴らしい反応両チームが見せています。チャンスボール鎮西レフトに待つ大エースはブロックアウト。冷静ですね。ネット際の処理が両方のボールとも非常に難しいボールだったんですけどね、やはりボールの下に入るのが早いので、今みたいなボールも処理できるんですよね。なるほど。これで鎮西が再び1本前に出ました。日本一へ王手をかけているこの第3セット。強烈平田のジャンプサーブ。さあ佐藤はどうか。ストレートはアウトになりました。ここで鎮西連続ポイント、3連続ポイント11対9。まあ、3枚ブロック打ってたので、はい、ストレート逃げるといいところ打ってるんですけどね。山本さん、紙一重の攻防が続きます。そうですね、やはり3枚ブロック飛んだ時っていうのはストレート側を締めるっていうのが基本的なセオリーなので、そこでコントに打ってたのはかなり難しいんですよね。なのでブロック利用できればもっと決まったかもしれないですね。佐藤のサーブです。なんとか自分が流れを変えたい、そんな思いを感じる強い一本でした。さあ対する鎮西のエース増本のサーブはどうか。ネットイン、上がっています。亀岡ブロック3枚、いいところ守っていました増本。そして伊坂スタンディング、これもラリーになる。大きく弾いて増本が1つ目、エースが拾ってつないで対角2年生伊坂。吉田からネットに近いがこのリバウンドです。何度でもつないでつないで、そしてエースへという両チームの戦い。佐藤が拾う、ライトで振った、これも上がる。そして伊坂が落ちないか。素晴らしい。高校のレベルじゃないですよ。これが春高の頂点をかけた一戦。いや、ブロックとディフェンスの関係が素晴らしいですね。素晴らしいです。本当にやっぱり低いブロックのところにちゃんとディフェンスが入ってますからね。両チームに大きな拍手が送られました。そして松本のサーブ、クイック入ってきた。少し引っかかるようなスパイクになりました。鎮西3連続ポイント14対10。駿台学園がこのセット2回目のタイムアウト。このプレーが適当になってるから、もうちょい自分たちで戻したりとかしないと。ハルトがずっと適当なんだって。プレーが全員に行こう、全員に行こう、攻めるよ、攻めるよ。戻すよ、戻すよ。モロを徹底させて、そこからの展開がなさすぎるから。自分たちで、自分たちでリーグ上がってんだから、そこからだよ。ゴーゴーゴー。駿台学園のリベロは7番の普代翔、練習中誰よりも厳しく仲間に声をかけてきました。今の時代厳しく言うことができない選手が多いと梅川監督も話します。練習中ミスをミスで終わらせない、厳しくチームの中で追い込んできました。声をかけ続けてきました。
さあそして駿台学園は13番1年生の高澤がコートに入ります。さらに1年生川野もコートイン。大事な1本です。その1本ライトに持っていくブロック、フォロー、普代が拾う。何度でも仲間がつないでくれる。その1本を取られた。やっぱり、はい、リベロっていうのはですね、ボールを触る回数はやっぱり少ないので、どれだけそういったリーダーシップを取れたりだあったりとか、あのコートの中の本当監督としての役割ですよね。やっぱり高校生は本当に見習うべきだと思いますね。なんかその思いに応えたような亀岡の一本でした。ネットに近いボール、これは鎮西コートに落ちました。さあその普代のレシーブから、気迫の守備から駿台学園が息を吹き返すか。松本君サーブ狙ってますからね、今はね。4点差、その松本レフトにトスを伸ばします。ブロックだ。そしてこの1本が決まった。1点差。第3セットも大接戦。たまらず鎮西高校がタイムアウト。第3セットも互いに譲りません。サイアウト取れば15だろ。で16でテクニカルタイムアウトが入る。そこまでまず行こう。16までまず。お前ら甘い。目の前の行け。鎮西の今の3年生は2年生の時にインターハイ制覇、そして3年生になって国体優勝。ただこの春高のタイトルはまだ手にしていません。去年あと一歩届かなかった春高日本一へ、エースの松本の一本。ただ拾う駿台、もう一度行く。これも上げた。あとちょっと見合った。佐藤が打って返す。もう一度、何度でも舞い上がるエース。つなぐ駿台。さあ松本拾って、それでも松本で行く。これも上げる。駿台のディフェンス、魂のディフェンス、得点につなげた。この1点大きいですよ。4連続ポイント駿台学園。これが今年の駿台だ。松本君のスパイク全て拾ってますからね。やっぱり一番強いコースに2人入ってますよね。徹底しているわけですね。はい、やっぱりこうデータの賜物ですね。追いつきました駿台学園。これは松本も打てない。ブロック3枚ついている。1つ目上がったが、伊坂のパワーが勝りました。ここはよく頑張りましたね、伊坂くんね。苦しい中、次期エースとしての期待応える伊坂太郎です。少し歩かされたがライトに伸ばしていった吉田のトスです。平川はエースでいく。ブロック3枚を大きく大きく弾いていきました。鎮西の大エース松本颯馬、今日30点目。点差2点に広げて2回目のテクニカルタイムアウト、鎮西リードです。これは絶対やらないでほしい。ええか、はい、やもうか。いいか、点数がどうでもいいから目の前に一球集中しろって。いや、勝ちを意識したらダメない。目の前の一球、目の前のボール。あった、はい、いっぱい集中しろ。右膝の痛みを抱えながら、それでも飛び続ける鎮西の大エース松本颯馬です。このゲーム早くも30点目。誓ったこの春での日本一です。世代
ナンバーワン大エースが挑む集大成の夢。切り返して時間差が完璧に決まりました亀岡です。駿台学園1点差。いい速さで入ってきましたね、はい、またミドルの後ろに隠れたところから入ってきてますから、ブロックからしたら見づらいですよね。間に合いませんでしたね、はい、前に落としていいサーブ、ブロック、ただ反応しています。少しネットに近い押し合い。もう一度ボールは鎮西、エースの肩に託される。この舛本のボールを上げています。バックライトで待つ舛本、ブロック2枚大きく弾いてポイント。鎮西静かに拳を握りしめた。本当に駿台学園いろいろ仕掛けてきてるんですけどね、はい、こうショートサーブ狙ったりとか伊坂選手がブロックきちついてるんですけど、やはりそれを最後決めきるこの舛本選手の凄さですね。レフトブロックアウトを取ります亀岡瀬奈です。食らいつきます。1点差です。駿台はやっぱり1セット目からやっぱちょっと半歩ぐらいこうレシーブの位置を変えてますので。そうですか、はい、ちょっと徐々にこうボールが引っかかってきたのはその部分かなと思いますね。駿台はこれでエースの佐藤がフロントローに上がってきました。バックセンターから舛本大きく弾いていきます。これはあれですね、こうコースを抜いて拾われるなら次タッチで決めてやろうっていうこの引き出しの多さですよね。サーブ狙われてるんですけどもね、それでも必ず入ってきますからね。エースとは何か、まさに体現してきた舛本颯真、大エースの姿です。強いサーブはアウトになりました。山本さん、第3セットも、はい、まあ、このゲームですね、ずっと接戦の展開が続いています。そうですね、本当に10点以降の勝負になると思うんでね、はい、どう仕掛けるかですよね。小手川が拾う、ライトから平田、しっかり1つ目簡単に落としません駿台学園。鎮西もつなぐ、そしてほぼスタンディングで舛本、今度は強打上げた佐藤がつなぐ、そしてポイントは駿台学園、追いついた、追いつきました。第3セット、守備位置をやっぱり修正して、やっぱりどんどんボールが体に当たってるんで、やっぱ上がってきてますよね。粘り強く戦う今年の駿台学園です。秋元のサーブ、ここも小手川レフト伸ばして舛本ブロック、3枚その上はスパイクはアウトになった。前に出たのは駿台学園、3連続ポイント逆転。鎮西2回目のタイムアウトです。今度は鎮西タイムアウト2回目、駿台学園1点のリードに変わりました。落とさんよせんよ、せっかくうまくいってるのにね、個人個人がね、ちょんぼしか逆転しから、動いてる動いてる、今から行けば行けば行けば、あと当たり前なことね、しっかりしっかりしっかり考えて考えて、手を持って仕掛けよう仕掛けよう仕掛けよう、繋いでしつこくねしつこくしつこく、もう行けよ、もう行けよ、もう行けよ、ストップ。去年あと一歩届かなかった春高日本一へ、対する過去3年間全国大会4度の準優勝駿台学園。まずは鎮西のエース、そのスパイクを拾う佐藤が開くクロスコース、こちらも上げた小手川の素晴らしいディグ、ボールは駿台中に切り込んで佐藤の一本、4連続ポイント駿台学園。本当にもう完璧に駿台のペースですよね。やはりこの辺りこうデータバレの強みが出ていると思うんですよ。こう打数が増えれば増えるほどコースの傾向が出ちゃうんですよね、はい、もうそこに完全にディフェンスを配置してますよね。修正能力の高さですよね。2点のリードに変わりました。タイムアウト明けポイントを取れなかった鎮西、やはり託されるエース舛本颯真、今日33点目。高校内で勝負しても拾われると思ったら本当ブロック当ててきますね。苦しくても鎮西には希望の光となる大エースがいます。その鎮西玉井に代わって7番の勝原颯太リリーフサーバー送られます。鎮西フロントローに3番エースの舛本颯真、
一本で切れるか時間差で佐藤が飛び込んできました。駿台のエースはこの佐藤春人、エースの期待、責任、答え続ける決勝のコートです。完璧にブロック崩してますね。そうですね、やはりコミットでいってますから、その上から仕掛けてますよね。帰って舛本ブロック3枚、ここのコースに入った、普代のスーパーレシーブ、そして3枚ブロックつないだ、手を伸ばした、そしてエースの1本叩き落とした。いや、これは普代君が取った1点でしょう。そうですね、はい、このコースに入っていました、拾い上げました。普通はそこではレシーブ配置しない場所ですからね。1セット前決まってたコースなんですよね。だからこう勝負どころで入ってきましたよね。信頼の守護神普代です。ワンハンド投げたのホイッスルが鳴った。第3セット終盤、勢いは駿台学園、23点目。追い込まれて迎えているこの第3セット、強烈です。1番の平田優馬です、はい、ここから鎮西は、ね、平田君、舛本君サーブ続きますから、まあ、駿台はここ頑張るところですよね。ジャンプサーバーが続きます。佐藤上がっている、そして自らの1本はアウトになりました。鎮西に21点目。山本さん、はい、やはり勝負どころでも鎮西の強いサーブがあります。そうですね、やはりサーブ的確に入れてきますからね、はい、奥はどうだ、わずかにアウトになった。第3セット、駿台学園セットポイントです。そして駿台は佐藤のサーブを迎えます。ただ上がっている、いざかブロック3枚、ブロックポイント、拳を高々と突き上げました。駿台学園が1セットを取り返しました。ジャパネット杯春の高校バレー男子決勝、セットカウント2対1でこの後第4セットへと向かいます。
春の頂点を目指してジャパネット杯春の高校バレー男子決勝はこれから第4セットに入ります。第1、第2セットを取ったのは2年連続のファイナルの舞台熊本代表鎮西高校、ただ第3セット取り返したのが東京第一代表駿台学園高等学校です。そして駿台ですがこの第4セットスターターメンバー変えてきているようです。まあ、途中から、ね、出た8番の川野君と、ね、はい、13番の高澤君をそのまま入れてますよね。1年生2人を投入しました梅川大輔監督です。さあ日本一へ王手をかけているのは黄色のユニフォーム鎮西高校、一つ取り返した駿台学園、まずエースの1本はブロック跳ね返る佐藤、ブロック3枚ついてくるがこれも拾う、今度はライトへ持っていきました。第4セット最初のポイントは駿台学園です。福澤さん、駿台らしいセッター吉田のトスワークです。そうですね、やはりこの駿台学園非常に2セット目3セット目もそうですけどリバウンドからの展開が非常に早いんですよ、はい、これだけ多彩なコンビをやっているのでやっぱりそれ自分たちの武器というのは分かっているんですよね。秋元のサーブ前に落としてきました。舛本ブロック3枚、何か3枚ブロックが関係ないようなそんなスパイクにも見えました。ただやはりこうショートサーブ増えてきてますよね。そうですね、前狙いましたね、はい、3セット目でちょっとそれで苦戦してたところがあったので徹底してそこついてきてますね。舛本はこれで今日34点目、この今年の春高バレートータルで140点目という鎮西のエース舛本です。ただ3セット目結構拾われるシーンが多くなったので、はい、そのあたりどのように修正して打っていくかですよね。この辺りは駿台学園のまず守備が修正をかけて、はい、舛本のスパイクを拾い上げるようになりました。オフライです。フライのディグが光ります。素晴らしい小川さん、ここもオフライですね。はい、そうですね、やっぱりまたね上げたボールがですねしっかりコートの中に収まるんですよね。確かに、ですからチャンスボールではなくこう打ち切るところまで、はい、そうですね、攻撃をつなげられます。オーバー小手川拾ってバックアタック井坂飛び込んできた。舛本が拾う、ブロック3枚対して今度はブロック弾くようなスパイクですが繋いだ駿台、ライトに持っていくクロスコースポイント、駿台早いですね。1年生川野拓馬です。やっぱりクロスにね、あの福大君がやっぱいますのでやっぱそこを避けてますよね、舛本君がね。さあ第4セット立ち上がりは4対1、ここで鎮西が早くもタイムアウトを取りました。サイドアウト、サーブレシーブしっかり集中して OK、 はい、鎮西は去年の春高決勝で2セット先取してから日本航空に逆転負けを喫しました。福澤さん、はい、その苦い経験というのは選手たちの心刻まれているそうです。そうですね、やはり3セット目も本当にいいスパイクいっぱい打ってたんですけど、はい、やっぱりそれを跳ね返すだけのこの福大君中心のディフェンスですよね。そこから一気に流れが崩れてこの4セット目序盤もその形にはまっているのでここなんとか抜け出さないといけないですよね、はい、山本さん、タイムアウト明けの1本舛本の1本がアウトになりました。やはりコート内で勝負しても拾われると分かっているので、違うところ打ってるんですけどもそれがミスにつながってますよね。今度はコートいっぱいワンタッチがありました、はい、やっぱりあの駿台学園のデータなんですけど、はい、やっぱり出すだけじゃなくてそれはやっぱりその実行する選手の能力の高さですよね、はい、しかも小川さん、メンバーが変わってもそれができるという層の厚さ、はい、そうですね、やっぱり本当に素晴らしいチームですね。佐藤ブロック1枚跳ね返します。セッターの平川です。もう一度佐藤でいく、ポイントにつなげました。たくましく成長しているエース佐藤春斗、冷静ですよね。そして佐藤のサーブです。福澤さん、鎮西サイドどういった対応必要になるでしょうか。そうですね、やはりまあ少し目線を変えてこう伊坂選手や平田選手この辺りの活躍が必ず鍵になってくるので、はい、まず平田を使う、そうですね、ここをなんとか決めていってほしいですよね。ただフライが決めさせない、
いや、古賀さん、ここも普段のレシーブ感ですね。まさに守護神ですよね。はい、はい、これでも平田君の精神面でいくとちょっと苦しいですよね。そうですね。で、その部分を避けてくると今度スパイクミスにつながってきますから、はい、あ、気持ちの部分でも普段のレシーブというのは、そうですね、レシーブで上げられてるし、なおかつそこの場所でブロック利用されたり、はい、レシーブでも崩されてるんですよね。相手に乗せかかるんですね。もう一本決めてこいというトスアップ、今度はクロスコース、これも上がっている。やはりエースに集まります。いいところ守っていた佐藤、そしてバックアタック、ネットから入っていく、やり返します。井坂、これもラリーになる。つなぐ両チーム、井坂のバックアタック、普代が丁寧に上げてライトからブロックでアウトを取りました。長い長いラリーも、ここも取ったのは駿台学園。第4セット立ち上がりは点差が開いています。8対2、6点リード駿台学園でテクニカルタイムアウトです。サーブレシーブだけ入れろ。で、真ん中打つかん。オッケー。はい。こうやっていこう。気持ちいい。粘ろう。オッケー。サイドと。楽しんでやるよ、もう。最後と最後。オッケー。ジャパネット杯春の高校バレー男子決勝は今年も激戦です。第1第2セットを取ったのは鎮西高校。ただ第3セット取り返して、この第4セットリードは駿台学園。佐藤のサーブ、バックライト平田を使う、ストレート、コートいっぱい。今リベロの不在はアウトというジャッジをしたでしょうか。まあ、ストレート側はしっかりと払えているので、紙一重です。まあ、でもそこしかないでしょうね、勝負する場所はね。先ほど拾われた、さらに厳しいコースをついていったという平田、はい、松本のジャンプサーブ、強烈だ。この場面でも自分のプレーができるっていうところがやっぱりメンタルの強さですよね。ただ、まあ、鎮西高校こういう場面を乗り越えてこの決勝まで来ているので、はい、意外と中の選手たちは焦ってないかもしれないですよ。追い込まれても食らいついて、そして勝ち上がってきた今年の鎮西です。松本連続でいくか、普代がつなぐ、打てるところまで持っていった、はい、今のもこのトスですよね、素晴らしいですね、はい、冷静で決めてきますもんね。ですから今の1本、普代がしっかり返せなければ、福澤さん、鎮西のエースのサービスエースということで、こう乗っていく場面ですよね。そうですね、また返すだけじゃなくてきちんとトスにしましたからね、はい、大きなプレーが一つ出ました。早い平行です。ああ、いいですね。使いました、新たに。やっと使いましたね。1セット目以降1本もなかったですからね、はい、その新たに代わってリリースターは1年生栗原が送られます。ですから、あの攻撃見せることで、山本さん、どういった変化がありますか。やはりもしこのセット取られたとしても、はい、どこの攻撃があるかわからないような状況を作らないとやっぱ厳しくなりますからね。まあ、それだけ福澤さん、駿台かなりもデータ集まっているなという印象を受けますね。そうですね、やっぱりセットを重ねるごとに、また打数が増えるごとに、やっぱり丸裸にされていくので、その裏を書いていかないと、本当に高度な戦いしますよ。14番に代わり5番、そして今ポイントを取ったのは駿台学園の1年生、次期エースと期待される川野拓磨です。1メートル92センチ、高さもあります。きっちり返って平川は伊坂を使う。ここも普代がコースに入った。さあ、もう一度鎮西、少し見合ったか、ネットから遠いところ、伊坂のクロス、吉田はレフトに伸ばしていきます。ブロックアウト、亀岡瀬奈です。今この鎮西高校、あの彼らのモットーが当たり前のことを当たり前にっていうのが彼らのスローガンなんですけど、はい、今1本目の平田選手のチャンスボールですよね。これがきっちり返ってないってあたり、少し焦ってるかもしれないですよね。
もう一度自分たちのバレーを見つめ直して丁寧に舛本きっちり返す。そして井坂ブロックアンダーで上げて、いやここもよく触りました金岡ですが、ポイント鎮西井坂太郎です。ただやっぱダイレクトでボールが落ちないので、本当にそうですね、鎮西としてはものすごいやっぱストレスがかかってますね。福澤さん、そのあたりどうですか。そうですね、スパイカーが一番嫌なんですよ、レシーブ上げられるのは。やっぱり決まったって思うのに自分としては、今の亀岡も素晴らしい守備を見せました。そしてフェイント、こちらもネットボールつなぐダイレクトは少し力が入りました。秋元優月です。いや、何か福澤さん、じわりじわりというそんな鎮西のイメージも感じますが、そうですね、やっぱり何かきっかけつかめば、ここまでそのきっかけをつかんで跳ね返してきたので、そうする前に抑えたいですね、駿台学園からすると、はい、時間差です。ただつないだ鎮西、ライトに持っていくクロスコース、返ってきた大事な一本、これも体で上げますセッターの吉田。そして亀岡ブロック、3枚ブロック、ブロックポイントになりました。徐々に鎮西の流れになりつつありますね。やっぱりあのね、駿台のダイレクトのミス、ああいったミスを逃さないですよね。粘り強く戦う駿台学園、それを上回る鎮西のバレー。点差3点、ここもブロックついたワンハンドよく上げました。そして中央秋元、今度は秋元の高さパワーです。中の攻撃に対してはブロックが2枚しっかりとつくようになりましたからね、鎮西高校がね。さあ、エースの佐藤フロントローに上がってきました駿台。少し軽いような格好になった。佐藤が開いている、決めます。平川選手は舛本選手の打数をちょっと減らしてますよね。あ、意識してますか。意識して井坂選手、平田選手、その周りの選手を使うようになっているような気がします。となると福澤さん、この後の展開どうなっていくんでしょうか。そうですね、やはりまあ勝負どころ必ず舛本選手来るので、そこまで周りの選手がどれだけ頑張れるか、やっぱそれが優勝には必要不可欠ですよね。まずここは舛本を使います。佐藤のスパイクネットを越えない。駿台はですね、本当あのリベロの、ね、フライ君だけじゃなくて、はい、他の選手もそうですけど、上がったボールが、レシーブしたボールがちゃんとコートの中に収まるので、本当にこう鍛錬の賜物ですよね。例年に比べて高さがない分、徹底してきたのがそのディフェンスの部分だそうです。きっちり帰る一人、時間差は秋元。いや、ここで使ってきますね。的絞らせないですよね。本当にこの今大会通して、この吉田選手、この冷静さ、セッターの吉田選手の活躍で光ります。本当に横幅広く、そしてタイミングをずらしながらというトスアップ。さあ、対する平川はライトで持っていって、この平田です。ですから舛本以外、平田あるいは井坂、はい、この辺りの頑張りが必要になってくる鎮西。まあ、特に平田君に関してはブロック1枚なんで、今、きっちり決めることですね。鎮西はリリーフサーバー、7番の勝原がこのセットも送られます。舞台が1つ目、縦の B クイック、1年生高澤、今度回り込んで佐藤のクロス、キレがありました。点差を詰めさせません、駿台学園の佐藤です。ちょっとこの佐藤君に上がるトスのテンポが速くなった気がしますね、特にラリー中で。どうですか、上から見てて。まあ、あの川野君が入ったんで、川野君がちょっと速いんでね、それに合わせてる可能性ありますね。縦のビークイック、これもコースに入っています、上がっています。ブロック3枚、佐藤リバウンド、ここを拾う世代、もう一度佐藤、小手川つないでバックアタック、居坂、今度はライトから行きます。ブロック少し力を抜いた一本、1年生です、川野拓馬。16対10、駿台学園2回目のテクニカルタイムアウト、6点リードで迎えています。2点ずつ取れば追いつく。
な足で来よるからそれに合わせろって。オッケー、強打もいいから、はい、混ぜて混ぜて、強打はブロック。仲間と共に駆け抜けた3年間、その集大成、最後の舞台です。ジャパネット杯春の高校バレー男子決勝第4セット、追い込まれていた駿台学園がこのセットもリードしてこれから終盤へと入っていきます。駿台学園が3連続ポイント17対10。ただ明らかにこの第4セットの中盤というのは山本さん、はい、舛本へのボールというのが多くなくなってきたという、今一本上がりましたが、そうですね、あの他の選手に何とか切りたいというところはあるんですけども、はい、ここがなかなか効果が出てこないですね。一方の駿台学園はこのセットスタートから投入されているこの1年生の川野、あるいは13番の高澤、この辺りがポイントを取っています。ライトへ持っていく平田、1枚ブロック、このブロックは大きい。なんとか決めたいシーンですよね、鎮西からすればね。1枚でしたからね、はい、ただやっぱりあの駿台のディフェンスをね、やっぱりレシーブ上がるのを怖がってちょっとボールを落とし始めてますよね。あ、そうですか、はい、この試合初の5連続ポイントが駿台学園に入りました。ここもライトに伸ばしていきます。今度はストレート、素晴らしいコース、今度は決めました。今、はい、ぐらいもう迷わず打っていいと思いますよ。これまで少しちょっと迷いがあってスイングも遅くなってましたからね、はい、1年生からレギュラーとしてコートに立ち続けてきました平田優馬です。さあそしてこのローテーションです。平田のジャンプサーブ返して佐藤、バックから井坂が飛び込んできました。平田のサーブから、さあ連続ポイントは鎮西。やはり山本さん、はい、井坂を使ったというセッターの平川です。そうですね、十分に助走も取れてましたから、はい、いい状態でしたからね。崩しています。佐藤力抜いてこのリバウンドをしっかり取り切る。福大がセッターまでもボールを持っていって、もう一度丁寧に上げたボールはエースの佐藤、クロスコース強烈だ。この駿台の本当にリバウンドのうまさもそうなんですけど、やっぱりこう変わって入った川野選手、まだ1年生なんですよ、はい、まだ1年生でこの駿台バレーを体現できているこのスキルの高さ、本当に素晴らしいですね。層の厚さが伺えます。梅川監督も考えてプレーができていると、やればやるだけ良くなっていく、そんな風に高く評価しています。バックアタック、井坂、少し力が入ったか、ワンタッチはありません。寸大に21点目。今もこう井坂君にトス上げましたけど、はい、ちょっと舛本君足の様子がちょっとおかしいですね。あ、そうですか、はい、ちょっとあの上げたいんですけど上げれないのかもしれないですね。右膝の痛みを抱えながらという大エース舛本。ライトから平田、ブロック3枚大きく弾いていきます。かもしくは本当に5セット目を見据えて開けてないかですよね。点差が10点に開きました。膝の痛みはあるでしょうね。佐藤のサーブはネットです。そして舛本がサーブに行きます。まあ、特にフルセット、そして激闘が多かった今年の鎮西です。最も飛び上がって最もスパイクを打ってきたのがこの選手。あ、少し力を抜いたサーブになりました。クイック1枚でブロック止めました。新谷東馬2年生、これはよく止めましたね。ただサーブが少しこのなんかジャンプができてないような感じがしますから、捕獲に対して何かあったかもしれないですね。意識的にこれジャンプ強いサーブではなくて、ここは強めに打っていきました。ライトにトスを伸ばすフェイントになります。小手川アンダー上げて、さあバックライトからストレート、
こういった一歩一歩の積み重ねというのは福澤さん、この後につながっていくんでしょうか。そうですね、もうこれだけ点差離れたら、ある意味気持ちの割り切りはできると思うんですよ。はい、やはりこう次のセット、まあ、このセットもそうですけど、次のセットに向けてどれだけ自分の気持ちを上げていけるか、まあ、そこがキーになってくると思います。舛本のサーブが続きます。はい、キックネットを越えない。駿台学園もこの第4セット終盤少しバタついています。鎮西が4連続ポイントリードしている駿台タイムアウト、梅川監督です。こちらが土木コーチです。2016年度駿台学園三冠、その時のキャプテンです。春高初優勝に導いたリベロキャプテンでした土木コーチが指示を送りました。バックライトからエースの佐藤です。この佐藤の状態というのは山本さん、このゲームどうでしょうか。いや、もう終始いいですね。万全な状態じゃないですかね、はい。佐藤も今日のゲーム29点をマークしています。サーブ伸ばしてブロック大きく弾くが、この位置に佐藤しっかりとセッターまで持っていく。このね、ライトの攻撃が早いんですよね。いいですね、この川野選手本当にいい選手ですね。このテンポで来られてもブロックつけないですからね。このセットスタートから入りましたが、すでに6ポイントマークという、はい。第4セットセットポイントは駿台学園。徹底的に、はい、舛本君に揺さぶりかけてますね、駿台は。さあ、そして鎮西のエースはこのセット中盤以降ほとんどスパイクを放っていません。ワンタッチ引っ掛ける、バックライトで持っていきます、ストレート、これがアウトになりました。25点目駿台学園。第1第2セットは鎮西、第3第4セット取り返したのは駿台学園。春の高校バレー男子決勝、今年もフルセットマッチになりました。高校生バレーボーラーの憧れ、春の高校バレー、その男子の決勝、いよいよ最終セットを迎えます。ジャパネット杯春の高校バレー男子の決勝戦、駿台学園対鎮西高校、第3第4セット取り返してこの第5セットを迎えた駿台学園。一方、去年の決勝同様、第1第2セットを取りながらこのフルセットに持ち込まれる形は鎮西。去年のリベンジへ特別な思いを持ちます鎮西高校。
6年ぶり2度目の日本一か駿台学園、それとも5年ぶり4度目の春高頂点へ鎮西。山本さん、はい、またしても今年もこの男子の決勝はフルセットマッチになりました、はい、特に鎮西高校からすると昨年の悔しさがありますので、はい、そのリベンジということを、ね、強く持っていると思いますから、このスタートの入り方ですよね。特にエース3番増本が第4セット中盤から温存、そんな印象も受けました、はい、さあ第5セットはどうなるでしょうか。15点先取の最終第5セットです。対する駿台のエースは3番の佐藤春人、3年生にとって最後の大会、最後の試合、そして最後のセットが始まります。ジャパネット杯春の高校バレー男子決勝最終第5セット今始まりました。さあまず先手を取るのはどちらか。1本目駿台学園のエース佐藤春人、まずは駿台のエースです。駿台学園からすれば今までの戦い方と変える必要ないですから、はい、それどれだけ継続できるかですからね。佐藤が今日30点目、間違いなくたくましきエースに成長しました。さあ一方鎮西のエースはどうか。やはり増本でいく、ワンタッチを取りました、取りました。増本今日38点目。やっぱり下で見てちょっと打点は下がってますけど、はい、テクニックでやっぱり決めてますね。指先ギリギリのところ山本さん取りましたね、はい、まあ、ブロックの低い方をしっかりと打っててますからね、福澤さん、やはり鎮西は増本で来ましたね。そうですね、間違いなく増本選手対鎮西のディフェンスっていう形になってくると思います、2が来た。ここで出すんですね。駿台学園チームキャプテン吉田達也、はい、でまたあのこのね駿台の地鳴りのようなねこの応援ですよね、1点取るたびにですね。東京第一代表駿台、そして3年ぶりに観客が帰ってきた東京体育館です。増本2本目ブロック跳ね返す、もう一度3枚ブロック突き破っていった。これが鎮西伝統の大エースの力です。いや、よく打ちましたね。膝も痛くて疲れもあると思うんですけども、はい、気持ちで打ってきますね。もうこの1年間この瞬間を超えるためだけに彼はやってきていると思うので、最後出し切ると思います。強烈なサーブもセッターに返って時間差で佐藤だ。こちらも強烈、譲れる日本一への思い、春高の頂点への思い、まあ、両エースが昨年の春高では涙流しているエースですからね、その意地がありますね。3回戦敗退、悔し涙を見せた当時の2年生エース佐藤はたくましく帰ってきました。一方鎮西のエースは3枚ブロック、その上からの1本はワンタッチはありません。駿台学園が連続ポイント4対2、今もわずかな部分だと思います。そうですね、狙ってはいるんですけどね。そして佐藤のサーブ、サーブセッターに返す、ここも3枚ブロックがついている、それでも決め切る、これぞエース、これぞ大エース、そんな松本のスパイクです。松本今日40点目。やっぱりミスを続けないですよね、確かにそうですね、はい、素晴らしいプレイヤーですね。さあその松本のサーブです。今日もサービスエースすでに3つ、せーの、強烈ですがセッターに返った、回り込んでクロス、いいところで打ちますね。このに入る亀岡、サーブレシーブが乱れないですよね、最後までやっぱりこれを多彩な攻撃支えてやはりディフェンスなので、やっぱこのディフェンス鍛えてきたディフェンスが生きてますよね。今年の駿台学園が徹底してきたディフェンスです。体勢崩された井坂、これもしっかりと上げています。さあチャンスボール、バックセンターにエースの増本来た、期待に応え続ける大エースが鎮西にはいます。ブロック2枚も寄っていますが、はい、手と手の間だったでしょうか。まあ、あのコート内で打ってもダメだと思ってますから、はい、ブロック利用して打ってきますからね。
ワンハンドよく上げた、時間差の中に入ってきます。この1本がアウトになりました。5対5、連続ポイント、追いついた鎮西。吉田君もよく上げたんですけどね、譲りません。佐藤が拾う、もう1本亀岡でいきました。今度は決まります。亀岡も今日20点目という大活躍、この決勝の舞台。さあここからの差というのは山本さん、どうなっていくんでしょうか。やはりサーブでどれだけ相手の攻撃陣を崩していけるかですよね。セッターに変える、そして舛本、ロックを弾いていきました。本当に鎮西高校からしたらコンビを組めないような状況を作っていきたいですよね。鎮西の6点、そのうち5点はこの舛本、このセット、すべてはこの瞬間のために。舛本の1年間、ブロック跳ね返す、フェイントになりました。さあエースが舞い上がる、ただつないだ、佐藤もよくつなぎました。もう一度助走を取る舛本が飛び込んでいった、これも上げる、つなぐ、飛び込んだ、このファイト、ナイスファイトですね。素晴らしいラリーです。上回ったのは舛本のパワーでした。ただ3年生最後ようやく掴んだこの春高のコート、吉田のプレー、両者の思い交錯するこの決勝のコートです。やはりこの舛本跳ね返さないと駿台はもう勝てないですからね。いやもう必死ですよね、お互いに。1点リードは鎮西です。駿台のチームキャプテン、セッターの吉田。さあ吉田のトスは真ん中、木本だ、時間差、1人時間差、うまく使いました、同点。いいタイミングで使いますよね、吉田選手。本当頭冷静ですよね。相手のブロッカーよく見てますし、多彩な攻撃使ってきます。努力で掴んだ正セッター、9番の吉田達也。さあ舛本、この一本、世代が上げる、そして駿台のエースはどうだ、決まった。駿台学園が前に出ました。ここも男子決勝、はい、第5セット8対7、駿台学園1点リードでコートチェンジです。3年ぶりに観客が戻ってきました東京体育館。大きな大きな拍手が今両チームに送られました。このやっぱり普代君、小手川君ね、両リベロを見てますと、やっぱり本当リベロの重要性っていうのが本当によく伝わる試合ですよね。チーム一丸、全員の力で掴み取る日本一へ、最終第5セット、いよいよ勝負の時間です。1点を追いかける鎮西、まず1本、エース舛本、いや1つパワー、切れ、高さが一段上がったような山本さん、1本でした。ギアを上げてきたような感じですよね。おそらくここから福澤さん、はい、さらに舛本にボール集まっていくでしょう。そうですね、ただ本人もこれ楽しんでるんじゃないですか、やっぱりこのシーンっていうのを。そうですか、たくさんの観客に包まれた東京体育館です。サーブアウトになりました。9対8、1点のリード、駿台学園。秋元に代わって、さあ1年生の谷本が入ります。この決勝のコート、谷本のリリーフサーブ、セッターに返った、レフトからの1本、ストレートコース下がっている、真ん中から佐藤、ブロック3枚、大きく弾いていきました。駿台学園がここで点差を2点に広げました。1回目のタイムアウトです。苦しんできた決勝という舞台、駿台学園リード、鎮西がタイムアウトです。今日
去年もこの春高決勝フルセットマッチあと一歩日本一に届きませんでした鎮西。まだ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 終わってないよ。何度も何度も這い上がってたどり着いた決勝のコート鎮西です。対するは駿台学園、過去3年間全国大会で4度の準優勝、あと一歩掴みかけた日本一に届きませんでした駿台学園。この今普代君がリベロあのコートが離れてますけど、そこの吉田君の一番あのブロックが弱いところにあの亀岡君のレシーブをはめてるんですよね。その1点があの先ほどつながりましたね。チーム一丸で、さあそしてこのボールはエースのところに来た、それを叩きつけました佐藤春人。最後の1点を決めきれなかった、それが今までの自分の課題だったと話しました。3枚ブロック松本につく、ブロックを越えていきます。エースの思いの意地のぶつかり合い、松本今日45点目。君があのカバーしに行きましたよね。やはりもう最後までやっぱり舛本を生かすバレーというのを全員でやってますよね。駿台学園11番に代わり14番秋元。さあ駿台は14番の秋元コートに戻ってリベロの普代と代わります。鎮西のエース大エース舛本颯真。佐藤が真ん中から決めました12点目。こちらもエースエースでいきます。冷静ですよ、打ち方がね、長いところに行きますからね。サマイブロックがついていました。何かこう佐藤が覚醒してますよね。もう簡単に止められないですね。少し歩かされたが、さあ舛本ブロック3枚ついた。フライが1つ目、佐藤が待っている、ライトを使った駿台バレー。ここでブロックつけないですよね。1年生次期エース川野拓磨、誰が出てもね、この質の高いバレーができるのが駿台の強みですよね、今年のね。届きそうで届かなかった日本一へあと2点。相馬佐世治と鎮西のエースも舞い上がる。唯一手にしていないのがこの最大のタイトル春高日本一です。ケプチ再び這い上がれるか鎮西。素晴らしいサーブですが、上がって速攻を使う、少しタイミング合いませんでした。連続ポイント鎮西です。連続ポイント追いつきたいですね。1点1点ワンプレーワンプレーに東京体育館が揺れます。平田のサービスエース3連続ポイント、たちまち1点差。1回目のタイムアウトです。リードしている駿台学園がタイムアウト。さあ春の頂点へ、いよいよ終盤。しんどいの、この状況を楽しんでいるかのような山本さん、駿台のメンバーです。キャプテンとしてエースとしてその重責に苦しんだ時期もあったそうです。3番の佐藤春人、気持ちの部分で苦しかった、それでもたくましく成長を見せているこの春高の舞台。1点差、鎮西のエースはどうか。3番舛本颯真、さあ平田のサーブ、ここも強くいった。佐藤が拾う、中から佐藤が大きく大きく弾き出した。ブロック切れてても本当止まらないですね、佐藤君ね。駿台学園日本一へチャンピオンシップポイント。手がかかりながら届かなかった日本一へ、強烈な佐藤のサーブ、切りました。何度も跳ね返された決勝のコート、
掴んだ春高日本一。駿台学園が喜びの涙の6年ぶり2度目の春高全国制覇です。今年もフルセットマッチ大激闘でした。制したのは東京第一代表駿台学園です。山本さん、はい、激闘でした。いやもう本当ね、両チームに拍手を送りたいですよね。そして福澤さん、はい、鎮西も頑張りました。そうですね、本当にもう両チームとも春高から世界へ、本当に世界に勝つためのバレーを見せてくれましたよね。これぞ春高の決勝、そんな素晴らしいゲームを見せてくれました。頂点に立ったのは東京代表駿台学園です。駿台学園高等学校の皆さんは自校応援席の前に移動してください。春の高校バレー男子、日本の頂点に立ったのは東京第一代表駿台学園でした。山本さん、はい、エースの目にも涙、粘り粘り、そして掴んだ日本一です。そして特に駿台学園は本当チームとして、ね、練習してきたことが検討しました。両校に今一度盛大な拍手をお願いします。
皆様にご連絡いたします。女子決勝は午後2時20分試合開始です。今しばらくお待ちください。繰り返し場内の皆様にご連絡いたします。女子決勝は午後2時20分試合開始です。今しばらくお待ちください。それでは6年ぶり2度目の日本一に輝きました駿台学園エースの佐藤選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日はチーム最多36得点という大活躍でしたけれども、戦っている時はどういう気持ちで戦っていたんですか？はい、そうですね、この1年本当にしんどい練習が多くて、こう心が折れそうになることもたくさんあったんですけど、こうやってきたことを信じてやれば絶対負けないという自信があったので、強い気持ちで臨みました。優勝を決めた時涙も見えましたけれども、そのあたりはどういう気持ちだったんでしょう？この1年体的にだけじゃなくて精神的に結構しんどい時があって、それを乗り越えてこう優勝をつかみ取ることができて本当にすごく嬉しかったです。今日は鎮西に2セット取られる展開からというところでしたけれども、2セット取られた後チームメイトにはどういう声をかけたんですか？まあ、5セットマッチで3セット取られたら終わりなんですけど、まだ2セットで自分たちはまだこれからだと思ってたので、終わらないで集中切らさず、まだここから取りに行くぞという声を上げました。レシーブする側として鎮西の舛本くんのスパイクっていうのはどう感じてました？高い打点から自分の体の向きがずれてくるのですごく取りづらいです。エースとしてチームを引っ張ってきました。今年のチームは佐藤君にとってどういうチームでしたか？たくさん苦しいことがあって、でその中で何回も心が折れそうになったんですけど、最後こうやって支えてくれた人とか、こう力になってくれた人に結果で恩返しできたのですごく嬉しいです。最後に会場で、そして全国で応援してくれた方々にメッセージをお願いできますか？はい、まあ、本当に支えてくれた人がいっぱいいて、で自分が苦しい時に支えてくれた親とか友達とかたくさんいるので、本当この1年一緒に戦ってきてくれてありがとうございますという気持ちです。おめでとうございました。佐藤選手でした。ありがとうございました。駿台学園梅川大輔監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。涙も見えましたけれども、今どういうお気持ちですか？いや、嬉しかったです。本当に生徒が一生懸命やってくれてて、本当に鎮西高校って素晴らしいチームと、ゲームができて、こういった観客が入って、3年生は初めての大会だったと思うんですけど、素晴らしい舞台で素晴らしいチームといいゲームができたっていうのが本当に嬉しくて、涙が出ました。胴上げの気分っていうのはいかがでしたか？怖かったです。今日は2セット取られる展開でした。そこは選手にはどういう声かけをされていたんでしょう？
そうですね、2セット、まあ、自分たちのいい形もよくできていながら、鎮西にその自分たちのいいよりところよりも鎮西がいい形で作られてしまって、で3セット目のスタートも本当に鎮西は決めに来ているというところで、なんとかここしのげばもう一回流れが来るよということを、子どもたちに伝えて、子どもたちも本当に歯を食い縛って、で、まあ、本当に総力戦で1年生が途中から出てきてくれてあんだけ活躍してくれたので、本当みんなで全員で力を合わせて勝てた勝利だなと思ってます。まさに激闘でしたけれども、対戦相手鎮西は梅川先生にとってどう見えましたか？いや、本当にいいチームで、チーム全員で戦ってくるっていうところは、うちと変わりませんし、よく鎮西高校とはゲームもやらせてもらえているので、お互い知ってる中で、練習の時からお互いがちゃんとお互いをリスペクトし合いながらゲームができていて、アップもちゃんとできていたので、本当に僕らとしてもやりやすかったですし、本当こういったゲームができたことが本当に光栄だなと思ってます。昨日から会場にはお客さんもそして応援団も入ってという中でしたけれども、やっぱり雰囲気は違いますね。そうですね、やっぱこういった舞台で経験するっていうのはバレーや人生の中で何度もないと思いますので、そういったところでは本当子どもたちにとってはいい経験になったんじゃないかなと思います。最後に応援してくれた方々にメッセージをお願いします。いや、本当に僕ら選手だけじゃないですし、コーチのドッキー君もそうですし、いろんな人が携わってくれて、この勝利につながっていると思ってます。なので本当に生徒たちには感謝しなきゃいけないですし、こういった環境でできるってことに本当に喜びを感じながら、この経験を、まあ、3年生は次のステップで、1、2年生はまた来年ここに戻ってこれるように、頑張ってやりたいなと思ってます。おめでとうございました。駿台学園梅川監督でした。ありがとうございました。ジャパネット杯春の高校バレー男子、日本一に輝いたのは東京第一代表駿台学園でした。まず山本さん、大逆転で見事な優勝でした。はい、そうですね、本当に駿台学園は劣勢の状態でも自分たちにやるべきことをきっちりと修正能力も高めながらやりきった結果が勝ちにつながったと思いますし、鎮西高校もね、本当自分たちがやってきたことを出してくれましたよね。はい、福澤さん、素晴らしい決勝、はい、まさにこれぞ春高の決勝、そんなゲームでした。そうですね、本当に世界水準のバレーボールをこの大きな舞台で本当に見せてもらいました。楽しませてもらいました。はい、そして古賀さんはどう感じましたか？はい、まあ、本当にね、両チーム本当に素晴らしい、どっちが勝つかわからない勝負をね、この目の前で見せてくれて本当に両チームにありがとうと言いたいですね。はい、春にかけてきた選手たちです。ついに手にした駿台学園、6年ぶり2度目の日本一、春の高校バレー、日本の頂点に立っています。